Fender Wood Amusement. Yeah, main square. There we go. I'll only really fight when I have to. Mushi no dasu ito de otta hankachi.妖魔についてしたためられた手帳。女物の品々はどれも未使用ですが、妖魔研究の資料は使い込まれている。私の名はクリストフォロス、純血の闇の血族の一人。あなた本物の妖魔ね。さて、何でしょう。混ざり物のお嬢さん、人であるか妖魔になるか、ミラダが満ちるまでに覚悟を決めなさい。でなければお前は終わる、この世界と共にな。はあ、純血の妖魔なんて久しぶりに見た。あんなの知らないで戦ったりしたら葉一にやられるところだ。この遊園地相当まずい。迷い込んだ奴が教皇庁の助っ人じゃなきゃと。まずいな、これは。おう、right, so I need to just basically investigate the area. Research materials and wrapping された宝石類のハンカチにコルセットが。こんなものの品はどう見てもプレゼント用だよな。これ奥さんとかいたんじゃないだろうね。後味悪いことにならなきゃいいけど。 Although it could be that it's his stuff and he dresses up as a girl.Not that there's anything wrong with that, but it's one of those that it's just like you're ignoring a potential explanation. Alright, what's over here? Bloody hell, just exploded. Right, so I think it's this way.
Ow. You don't stop. You don't stop. So, cut it up the transformation gauge. Alright. Last section, I hope. Before you even get your attack off. Section. I got no choice but to fight. Right, you guys take care of that for a sec. I just saw that. This early in the game, I needed the blood. And they drop random stuff as well that I might need, like that. To the carousel! That's a lot of blue black butterflies. That was all part of his plan, I reckon. Or not. Oh, that's not fair.
ちら。Okay, that was surprisingly easy. Okay. Rescued. Not able to. It was a really great fight. I'm Lloyd.世界を旅する商人だ。この島には珍しいお宝がわんさか眠ってるって聞いてな。一山当てに来たってわけさ。ところで命の恩人の名前を教えてもらえるかい？私はアーナス。あなたさっきの男の人？ああ、あいつなら。あんたね、私が調べてた遺跡を横取りするわ。私をおとりにして自分だけ逃げるわ。無理してくれちゃってるんですか？まあまあ落ち着いて、アルカードの旦那。最後はちゃんと助けてやったろ。アルカードじゃなくてアルカド。旦那じゃなくて教授とお呼びなさい。それに私を助けてくれたのは泥棒崩れのお前なんかじゃない。こちらの未確認生命体のお嬢さんだ。未確認。私は妖魔研究をしておりますアルカドです。夜の君がいよいよ目覚めると聞いて世界最後の夜を観測に来たのですが、いやいや、早速こんな素晴らしい研究対象と巡り会えるとは。研究対象？邪妖をあんな風に葬り去るなんて普通の人間にはできっこありません。そこでぜひ君の体を調べたい。それより、どうしてこんな危険な場所に？それはこいつだ！あんた何言ってくれちゃってるんですか？ここは私が教皇庁から聞き出した妖魔研究に最も適した場所なんですよ。それはあんたが金目のものがありそうだとかなんとか言うから心配になってついてきたんじゃないですか？白馬の王子様を夢見る真相の霊場みたいに。眠ってるお宝ってのは冒険野郎を待ってるもんなんだ。それにあんただって本物の妖魔が見たいって言ってたじゃないか。俺はこの通りナイスガイだし、あんたも黙ってりゃ美形に見えないこともないし、すげえ美人妖魔が引っかかるかと思ってさ。あーた、ナンパしにここまで来たんですか？呆れた変態ぶりですね。初対面のお嬢さんに体を調べさせろなんて迫る男の方がよっぽど変態だと思うが。はあ、バカバカしい。あれは純粋な研究欲です。私の崇高な研究をあなたの汚れた目で見ないでいただきたい。人の恋愛観を汚れとか言うな。両親が愛し合わなきゃお前だってこの世に生まれてないんだぜ。はあ、さてはお前、恋愛経験ゼロか？生きてきた年数イコール彼女いない歴か？ぐしゃ！研究に身を捧げたこの私を、よくも！この中で主義者の私でも、これには堪忍袋の方がキレッキレですよ。決闘だ！ほう、やるかい、変態先生。
Oh dear. Can't say I wouldn't have done the same thing. お帰りなさいませ、アーナス様。ごめん、支配人。宿泊客、ほっぽり出してきちゃった。あの方々なら大丈夫ですよ。それより心配されておりましたよ。リュリーティス。リュリーティス、今帰ったよ。アーネス、よかった、本当に。そんな、泣くことなんかないだろう。どうだって。リュリュ、おいで。アーネス。宿舎にいた時はよくこうやって踊ったよね。私ダンス下手だったものね。アーナスが付きっきりで教えてくれて懐かしいわ。リュリーティス、私は昔からエージェントだった。英国に行ったのも教皇庁の命令があったからだ。だから私をか弱い女の子なんて思わないでほしい。私は決して倒れないから。私と友達になったのも命令があったから。私が聖女の子孫で妖魔に狙われやすいから。それは知らなかったけど。こんなに優しいのにずるいわ、ずるい。君へ感じてる気持ちは本物だよ。だからずるいんじゃないの。いっそ冷たい人だったらよかったのに。リュリーティス、ごめん、何でもないんだ。今日はもう遅いからベッドで休もう。アーナス、はあ、もう朝か。貧血気味だな。リュリーティス、リュリティス、大丈夫？アーネス様、あれ？行き倒れです。ああ、あれね。我がホテルの評判にも関わりますので、中に入れましょう。仕方ありませんが。そうだね。仕方ないけど。